つながったのかもしれないというのが、はい、この高橋さんの世話するわけにつくことだと思います。そういうことも含めて、本来の完成形ですねまで行くっていうのはまだまだ10年とか20年とかかかると思うんですけども、今年の巡行に関する化粧品とか飾りとかいったものはこれでほぼ整うという形です。今年この、前年度ですね、3月で終わった年度で、一番水引きを作らせていただきましたし、高山にとっては196年ぶりの巡行ということで、何としても今年は巡行できるような状態にもう本当に願ってますし、できるもんや、4月の29、30で何ていうのかな、今回は松でやるんですけど、はい、生地も当然の生地が乗る、新松に生地が乗る、はい、はい、はい、